どうも、ふなさんです。今日のワンテーマスタディは大きな政府、小さな政府です。この言葉自体もね、あまり聞いたことがないなという方もね、中にはいらっしゃるかもしれないですけれども、これね、大きな政府、小さな政府というのは、まあ政府の大きさの話ではありません。じゃなくて、民間に対して政府が関わるその大きさですね。民間に対してね、いろんなことで関わっていくのが大きな政府で、民間に任して政府があまりタッチをしないというのが小さな政府なんですね。で、現在、日本は小さな政府を推し進めています。ということはどういうことなのかというと、民間にあまり関わらないようにするというね、方針なんですけれども、これ一見聞くとですね、いいことだとね、政府がどん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 介入してきて、で、民間にね、ああだこうだとね、口を挟むのはいかがなもんなのかというね、イメージがあるかと思うんですけれども、これは大きな間違いでして、小さな政府というのはいわゆる全て民間主導で行っていこうよという方針でして、例えば賃金が上がってこないという状況でも、民間さんがどうにか賃金を上げてください。各いろんなね、公的なインフラなどの運営も民間でできるのなら民間でやってくださいということで、公務員がどん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 少なくなっていくということなんです。あとはですね、郵政民営化とかね、あとは国鉄なんかのね、まあ儲からない状況の地域も運営していくのが、まあ国のね、支え方ですけれども、こういうのも民間に託していこうじゃないか、だから儲からなかったらそこはもう潰れていってしまうというのがこの小さな政府なんですね。ですけれども、例えばあなたがね、離れた離島に住んでいるとしましょう。ですけれども、この中も日本です。ということは郵便物などを届けてもらわないといけない、ね、そこに郵便局で郵便局員がいないと、この人は郵便物を受け取れないんですよね。でも離れた離島なので採算は合わないです。じゃあこの離れた離島に住んでいる人たちは郵便物を受け取る権利がないのかというと、そんなことないですよね。そこを政府がしっかりと支えてあげる、ね、これがいわゆる政府の役割なんですけれども、こういうのも民間に任せると、もちろん あっこは儲からへんから、はいやめる、そんなサービスやめ、だからその人たちはサービス受けれません。だから泣く泣く引っ越さないといけない、ね、便利なところに引っ越す、便利なところに引っ越す、だから東京に一極集中してしまうということなんですね。でもね、数年前に起こった、ね、大地震で、これからね、首都直下型地震とかが起こるとも言われています。そんな中でですね、まあ、あのような津波が来たりとかね、大地震が起こった時にね、東京のど真ん中でああいったことが起こらないとも限りません。そうなった時、大量の死者が日本には出るでしょう。で、各いろんな企業で、いろんなシステム全部が吹き飛びますね。だからこそ、これだけの災害大国日本で一極集中をするのは超リスクの高いことなんですけれども、ね、先ほど言ったみたいに、あ、儲からへん儲からへんっていうね、状況を作っていくとですね、一極集中をしていかないといけない。要するにこれの根本的な原因は小さな政府ということなんですね。で、大きな政府というのはね、不景気の時はですね、国がね、いろんなことを支えていきましょうとね、きつい業界があったらそこには補助金を出したりとかね、で、雇用がね、なかなか進まないなと、ね、不景気でという時は、そういった時は政府がね、雇い入れましょうと、でまた雇用、景気が良くなったらね、また民間に渡しましょう、こういうふうにしてね、不景気の時はどん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 ね、民間に関与していく、不景気に限らないんですけれども、民間に関与していくというのが大きな政府という役割です。だからね、これね、先ほどちょっとポロッと言いましたけど、大きな政府も小さな政府もどちらも考え方は必要なんですけれども、
世の中が不景気の時は民間がどれだけあがいてもやっぱり良くならないんですね。はい、やっぱりみんな自分のことで必死ですから、ね、人のことまでやっぱりできないですから、だからね、まあ会社の社長だってね、本当は従業員も全員守っていきたい、ね、従業員の家族だっている、そんなこと分かってるけど、でもね、不景気で儲からないのにね、どん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 お給料を渡すわけにはいかないので、お給料を減らしたりボーナスを減らしたり、ね、あとは首を切るなんてこともしないといけない。はい、なのでこういう時は政府がねしっかりと関与してあげて助けてあげる。で逆に景気がいいぞってなってる時は政府がどん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 関与するとですね、もうどん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 景気は良くなりすぎてしまうんで、過熱しすぎるんで、そういう時はね、民間に全部丸投げすると。これが小さな政府だから、こういうふうにね使い分けるということが非常に大切で、で使い分けるなんて難しいっていうね人がいるんですけど、何をおっしゃいますやらね、不景気の時に小さな政府を実行する方が本来は超難易度の高いことなんですけど、その超難易度の高いことをもう今すでに日本はできています。はい、なので一番難しいことができてるんですから、大きな政府にプッと切り替えるなんてことはたやすいことなんですね。はい、ということで、今日はね、今回のねワンテーマスタディは大きな政府、小さな政府、まあこれのね、意味について、解説いたしました。ということで本日のお話が、面白かったとかためになったと思っていただきましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、下の概要欄にツイッターアカウントの方が載ってますので、そちらの方からフォローの方もよろしくお願いします。あと、私公式オンラインサロンを、させていただいております。そちらの登録の方もぜひともよろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。この度ですね、私船さんの公式オンラインサロンを立ち上げることになりました。このオンラインサロンでは、まあ、僕の限定公開の Facebook ページ、あとはそのオンラインサロンに登録した人だけに配信する、限定動画であったりですとか、または、まあ、僕自身ね、ライブ発信ということは今までしてこなかったんですけれども、そのオンラインサロンに参加している方にだけライブ配信とかもこれからしていこうかなと思っております。あとですね、今企画しているのはですね、そのオンラインサロンに、入っていただいているメンバーさんだけにご招待する、まあ、勉強会のような企画などもしていこうかなと思っております。まあそういったことはですね、まあ、大阪から始めていこうかなとは思うんですけれども、まあ、あのメンバーさんの、ね、集まり次第では、まあ、その各地に行って、まあ、交流を、ねさせていただくなんてこともできればいいかなというふうに思っております。私のですね、この公式オンラインサロンの、入会はですね、こちらの QR コードまたは下の概要欄の URL から、ご登録していただければと思いますので、ぜひとも、皆さんですね、この世の中をちょっとでもね好転させていくためにはどうしたらいいかっていうね情報とか、ね、仲間を集めたりとか、今の現状をちょっとでもよくできるようにこれからみんなでできればいいかなと思っておりますので、ぜひともオンラインサロンの方もよろしくお願いします。ということで、本日は、ありがとうございました。船さんでした。